ジンジャーソフトウェアは文法、句読点、綴り字など英文を入力指摘ソフトウェアを提供する企業である。他の類似、スペルチェッカーと異なり、ソフトウェア特許を取得した文章操作アルゴリズムを活用している。2009年にイスラエルとアメリカの民間投資家たちから300万ドルを調達した。国立衛生研究所によると、アメリカでは学習障害者が 約3750万人おり、その中の約3000万人がディスレクシアである英国ディスレクシア協会の統計ではイギリス人の10%が質読み症に悩まされている。早期治療が質読み症に有効であると認められたものの多くの出読者は日常生活に支障をきたしていた。出読者は適切な単語を選べない代わりに文章全体に注意を払っている。 必読み消治療に科学技術の有効性が注目されたが、音声合成や音声認識のソフトウェア技術は認識精度80%で横ばいとなり、2001年以降から改善報告がされていない。同社は特許登録したアルゴリズムに自然言語処理を採用しており、既存のスペルチェッカーと比較して、高精度で必読み消者の文章を修正できる。 創業者のカーブによると、使用しているアルゴリズムは、単語レベルではなく全体の文脈により修正箇所を決定している。同社は、世界中の支援技術分野で最も注目されている。オンラインサービスを提供しており、Word、Outlook、PowerPoint、インターネットエクスプローラー、ファイ r ー、フ Firefox など異なるユーザーインターフェースに対応し、英文操作を行っている。 また音声合成により利用者が修正前後の文章を耳で比較することができる。進捗報告機能では利用者の頻繁にご入力した結果の統計分析が利用できる。同社は利用率向上を図りウェブサイト上にて英語学習機能を提供した。出読者を主な顧客対象として創業し自社開発ソフトウェアの基盤である。 独自のスーリアルゴリズムを用いて適切な英文構造を研究している。2010年から新たな顧客層として英語学習者を対象とした。創業時は同社は2日間の使用期限後にライセンス購入を促していた。2012年1月15日からフリーミアム方式に転換し無料ダウンロード版で文法修正及びスペルチェック機能が有料購入版で 音声合成機能と進捗報告分析ツールが利用できる。ありがとうございます。